南三曲の、ドラがローソーと。ここですね、この曲ですね。これはね、どうですか、皆さん。ここは、まあ、上がってトップ目に立っていきたいんですけど、同点ぐらいだとあんまり変わんない意味がないんですよね。でもね、瀬戸熊さんの親もすぐ落としたいんですよ。数ピン、まあこれね、数ピン持ってきた時に、タンヤオかーとか思って、ね、一旦 E ピン切ったんですよね。はい。で、この9ピンを持ってきた瞬間に、ピンズあるなと思って、まあピンズの染めと、タンヤオと、うん、まあ両天ピンですね。だからこの、リャンカンのイーソー切って、シャア残してるのは縦引きのためですね、これね。で、この時はもうね、だから、何を泣こうかなって思ってたんですよ。うん。ウーワンとかスーソー、これ泣かないんですけど、ピンズはね、何か、まあ、スーピンのチー、差し子でチーしたりとか、まあ、パーピンポンとか、うん、しようかなってね、して、ちょっと漫画にした方が、まあ、もし上がれた時、いいんだけど、あまりにもちょっとリスク高いよなと思ってて、もうちょっと進むまで待ってみようとか、いろいろ思ってたんですよね、これ。で、リャンピン引きました。あー、これは、行きましょうと。で、まあ、三蔵切って、関数層受けとかもうほんとね、全然もうなんかね、嬉しくないんで、まあ、ローソー引いた時に、この瞬間はまあ、単野をまだあるんで、一旦持ちましょう。はい。で、チーソー引きました。まあ、ローソーダイレクトで引いたら、嬉しいかな。まあ、数番ですね、今度はね。この辺はね、この辺りはね、だから、この数番残して9ピン切ってって単野にする人とも、かもいると思うんですけど、全然ね。で、まあ、チーしてって2000点しかも、カンウーワン、カンローソー。で、ウーピンとパーピンの、うん、縦ですよね。うん。そんな都合のいい上がりなんかないやろうと。しかもそれやったところで2000点26はちょっとね、あまりにも割に合わないかななんていう風に思って、はい、このチューンですね。はい、これもうね、残してます。はい、これもう結構ね、折り気味ですね。折り気味っていうか、安全に手を進めようですね。うん、安全に手を進めて、うまくいった時だけ、ご褒美が欲しい。はい、で、ここで嘘ですね。これ安全牌候補ですね。はい、で、ピンズが伸びた時に、鎮逸で、っていう風に、もうすでにこの時に、考えてましたね。で、この3ピンはちょっとね、泣くとね、あまりにも形が悪い。で、泣けませんでした。で、ここでね、E ピンを持ってくるんで、かー、3ピンもう一回切ってくんねえかなーとかね、思ってましたね。これ、サブローピンが結構ネックになりそうだなーとか思ってたんですよ。はい。で、もうね。この辺はね、もう結構みんなね、イーシャンテンぐらいかなーなんていう風に思いながら、リーチってきたら、どうしようと思ってたんだけど、はい、瀬戸熊さんからのリーチ、おやりですね。こいつはどうすると思ってて、まあ、安牌には困らん。安牌には困らんっつって、まあ、9-1、まあ、とりあえず、まあ、9-1からまあ、他が攻めてきた時のような安牌を残し、まあ当然 9-1 から切るんですけど、そしたらこれにポンって声がかかって、うん。で、ダチーソー、テンパったかと思ってて、役は何だろうと思ってたんですよね。まあ、トイトイか、まあ数ワンが先に置かれてるんで、あんまりマンズってことはなさそうだな、ドラ持ってんのか、とかなんか、いろいろ思ってて、このチーソーなんて結構ね、すごいとこですからね。マルちゃんはこの時点で失うものは素点だけなんですけど、人権がないもんね。だけど、親にチーソー打つってことはそれなりの何かがあるんで、まあ高いんだろうなと思ってたけど、やっぱ、ローソー積もったら倍もんじゃん。うん。ローソーは2枚いるじゃん。危な。そりゃ行くよね。で、ここで9ピンを引いて、まあ、ここ3枚、いけるんで、はい。まあ、安全に行きましょう、つって。で、もうすでにこの時点でね、ここでローピン合わせられて、で、3ピンも3枚見えてて、まあ、きついでしょうね。きついでしょうね、って思ってたんですよ。そしたらローピン引くんですよ。
引いたけど、もう一回サブローピンっていうのを引かなきゃいけなくなって、自分の目から6枚見えてるサブローピン、この世にあるのかな ?1 枚あるかないかみたいな感じで、どうだろうと思ってて。うん、まあ、ハクもシャアも行くんで、まあ、テンパイ取りますよ、つったら、まさかね、瀬戸熊さんからね、3ピン、うん、これ最後だろ、この3ピンと思ってて。で、まあ、泣くの、ちょっと考えたのは、1日3で泣いて、ローピンが切れるんで、このローピンを切って、まあ、いろいろ変化、ウーピン持ってきたりとか、パーピン持ってきた時の変化を求めるのか、差し子で泣いて、ヤンピンとか、E ピンとかも、どっちかっていうともう3ピンが3枚見えて、E ピンがね、2枚見えてるんで、安牌なんで、まあ、降りる時に安牌として使えるの方を残すのかっていう考えだったんですけど、まあ、安牌を選びましたね、僕はね、ここで。はい、まだ一応、3回ぐらい、3、4回積も順があるんで、ここはね、まあ、そもそもね、そんな都合よく上がれるか、二人攻めてる、このね、なんかあったらもう次の無筋とかもういけないんですよね、実際これね。何で降りるかじゃなくて、もう全部降りそうだったんですよね。もう、まるちゃんが安いことってなさそうだし、瀬戸熊さんは親だからもうね、あんまり喧嘩売るのはよろしくないなぁと思ってたところに、パワーピンですね。はい。で、このパワーピン、まあ、さっき持ってるや、これローピン切ってね、まあ、1、2、3で泣いてた場合はね、待ち替えだとか、できるんですけど、まあ、今回ローピンを切るとね、もうウーピン短期とかもうね、上がれないんで、まあ、上がるためにはパワーピンを切るのか、キューピンを切るのか、まあ、でもどっちかって言われると、まあ、筋になってるキューピン短期にしか当たらない、瀬戸さんには。で、まるちゃんも、キューピンで当たった時、6キューピン、役は何っていうことになるんで、チャンタぐらいにしかね、思い浮かばないんで、まあ、どっちにしろ、まるちゃんに当たる形で持たれてたとしても、打ったところで安い形なんです。あんまりね、なさそうだなと思ったんで、まあ、ここは9ピンです。スチーピン続行っすね。はい。で、そしたらこの数ピンを捉えることができて、これで、これは大きかったっすね。結構これね、ならない人多いと思うんだけどな。ん?キリャンピンが2枚だった。そうなんだ。あ、これ。3ピンが5枚に存在してます。あ、ほんとだ。あ、じゃあこの3ピンがリャンピンってことね。あ、これはミスってるね。これでも3ピン5枚あって普通に通ったんだな。